ジョージ・フレデリック、バズ・バーリングは、イギリス空軍。後には、カナダ空軍で活躍した、カナダ人で、第二次世界大戦中のエースパイロットだった軍人。最終階級はタイ。RAF 認識番号は128,707。激戦となった、マルタ島での防空戦で活躍した。酒もタバコもやらず、人と打ち解けない性格であったため、スクリューボールと、 あだなされた。1921年12月6日、カナダのモントリオールで、スウェーデン系の父とイギリス系の母との間に生まれた。飛ぶことに憧れ、カナダ空軍への入隊を希望するが、学歴の問題から入隊できず、別途飛行ライセンスを取得した。1939年に始まった冬戦争では、フィンランド空軍への入隊を試みるが、 父親の反対により断念している。その後イギリスに渡り RAF へ入隊しようとするが、書類の不備のため、一旦カナダに戻りその後スコットランドに渡った。結局、RAF に入隊できたのは、翌1940年9月のことであった。入隊後およそ1年の飛行訓練を経て、まずアルカーフの第403飛行隊に配属された。 その後第41飛行隊に軍装として配属され5月1日にはフランス海岸沖で FW190 を撃墜した。人波はずれた視力を持つバーリングは機銃の射程距離外から敵の位置を予測して撃つ偏差射撃を編み出し撃墜数を重ねていった。しかし敵機を見つけると編隊から離れて短期で勝手に空戦し 両機の責務を果たさなかった。たとえスコアを上げても規律違反であれば評価は著しく低くなる。だが彼はそんな周りの声には無頓着でひたすら自らの空中射撃の理論を実践することに夢中だった。他の31名のパイロットと共にセーリエント作戦に参加したバーリングは空母イーグルを発艦マルタ島に到着した。マルタ島では 第249飛行隊に配属されていたが、この時点ではまだ軍装であった。マルタ島での空戦は彼の一匹狼的なスタイルに適していた。ここでも彼はドイツ軍機やイタリア軍機を相手に暴れ回り、7月中に14機の撃墜スコアを上げた。この時の未確認撃墜をめぐって後に発見された敵機体から、 バーリングのスコアであると公認されようとしたとき、彼は自分はエンジンにも当てた。エンジンに弾痕がないなら自分の撃墜したものではない。と、カタクに公認を拒んだ。さらに、この月の戦果によって勝位に任官されることになったが、思い切り、空戦に集中したいから可視感のままでいたいとこれも拒否。結局、上官は強制的に彼を昇進させてしまった。 同年10月14日、敵機に撃墜されて負傷したが、それまでに上げたマルタでのスコアは23機に達し、マルタのトップベースとなっていた。療養の後、カナダに戻った。彼は、同国空軍から隊として、第403飛行隊に迎え入れられた。皮肉にもかつて入隊を拒絶された軍から、今度は攻遇されることになったのである。1943年春に、 同部隊と共にヨーロッパ戦線に出撃したが、同年末にスコア1機を重ねただけで、彼の空戦歴は終わった。合計は31機である。1944年春、イギリス空軍は彼を第一戦から退かせ、キャットフォッスの高等射撃学校の教官を務めさせた。その共同は熱心であったが、偏屈さと行儀の悪さは変わらなかった。 この年の7月、新たに学校長になったアドルフ・マランから、素行の悪さを咎められ、空中射撃に、ルールがあるように、ここにもルールがあると一括されるというエピソードを、残している。結局、RAF の厳格さに馴染めなかった、彼は、カナダ空軍に帰国させられる。しかし、ここでも厄介者扱いされて1944年10月には、退役処分にさせられてしまった。 戦後は民間航空に勤め、私生活では一度は結婚したものの、うまくいかず間もなく離婚した。居場所のなくなった、彼は新天地を求めて建国したばかりのイスラエルへ、渡り、1948年5月14日に、同国空軍へ入隊した。しかし、それからわずか2週間後の同月28日、ローマから、 軽輸送機をイスラエルに空輸する飛行に飛び立ったが、途中でエンジントラブルが起こり、機体は失速して墜落。彼は孤独な死を迎えた。ありがとうございます。